前回までのバイオハザード7は結成探索の途中、ミアと再会を果たしたイーサンだったが、ベイカー家の長男ルーカスに再びミアをさらわれてしまう。ミアの身を案じながらも結成制作のための材料リストを入手。材料には D 型被検体の頭と腕が必要であり、頭はすでにゾイが所持しているのだという。腕を入手するため化け物と化したマーガレットと戦闘。無造作に発生する虫に手を焼いたものの、マーガレットを倒し腕を入手することに成功する。トレーラーにてゾイと合流を試みるが、ミアと同様ルーカスに囚われてしまっていた。ルーカスから謎のゲームへの参加を要求されるが、二人を救出するためイーサンは参加せざるを得ないのであった。どうもこんにちは、ベイダです。バイオハザード7レジデントイビル続きをやっていきたいと思います。前回ね、カードキー2つを、カードキーっていうか電子基板かを2つ手に入れて、でも1個はもう扉に挿してあるから、あともうこれを挿せば、まあ、先に行けるはずなんですけども、その前にちょっとこのビデオテープ、タイトルがバースデーってなってますけど、ちょっとこれをまず確認しようかなと思います。じゃあちょっとビデオを見てみましょうか。ほい。バースデーだけどね、一体どんなあれなんだろう。よよ相棒、お前はマジでよ、ラッキーな野郎だぜ。いやマジ、お前が羨ましいよ。なんだ、信じねえのか。嘘じゃねえって、絶対楽しいからよ。これは俺が何週間もかけて作ったんだ。でやっと完成したんだ、お前のためにな。おいおい、なんだやめろよ、そんな顔すんなって。絶対面白いぞ、楽しんでけや。ああ、もうこっから。ああ、マジか。これは一体誰なんだろう。これん、ろうそく。はい。おお、うわー、不気味だねこれ。本当に人形かこれ。なんかあるかな。そう、ビデオっていうもののね、結局のところ何かをしなきゃいけないことには変わりないんだけど、何もないな。トイレ、ここら辺に何かないかな。ん？またこれはしご、なんかお宝の写真になんか出てこなかったかな。バルーン、これは何？あ、風船か。まあとりあえず進むしかないね。大丈夫かな。またもや武器が何もない状態だけど、モールデッドとか出てこない？これもうこの人手縛られてたか、縛られてたし全然言えてないな。手が縛られてたからね、間違いなくなんかもう無理やり参加させられてたね。うわー、何これ、なんかバイオ4のさ、教団だったかなの長みたいな感じだね。え、これガスじゃない？これちょっと待って、ガスだったらとっくにもう爆発してるか。なんだろう。
あまり近づかねえ方がいいな。と待って、ここには風船がまた落ちてて、ガードはできる。これはモニター開いてないっていうか、ロープで縛られ、閉まってるね。バースデーケーキ。おおあ、お、このゲームはな、辛くて苦しい死に方をしたくなかったらここから脱出しないとゲームってんだ。まあ名前はまだ仮だけどな。ルールは簡単、ろうそくをつけてケーキに立てるだけ。いいかちゃんと笑えよ、お前のパーティーなんだからな。イカレ野郎。行かれてるな。この写真は何だろう、なんかの手がかりとか。まあろうそくを通るとスプリンクラーが発動するわけだ。ここら辺はなんかの鍵っていうか、動かせる。何かここの暗号があるわけだね。ねえ、ご丁寧にボックスになってるけどね。これは何かのつまみ。なんか、なんか出てるぞ。塞げそうにない。待って、これ何これ、地下な、これ何これ、このバースデーケーキに火を灯せばいいのか。これは使用するアイテムを、まあこれは関係ないか。これを開けるためのなんか手がかりを探さないと。スプリンクラーがね、止められればいいんだけど。何？ここに何か指が一本ないと。で、これは？これ使える？お！うわ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 。うわー、気持ち悪い。これはもう刺したまんまなんだ。不気味だね。待って、ここなんか開けられるぞ。で、これで、ろうそくを、に火を灯せると。で、ここ通ると消えちゃうから、スプリンクラーを止めるためにはって話だよね。でも、あれはガスじゃないの？これ大丈夫かな？試しに近づいてみるか。なんかやれる。違うね。あまり意味がない。向こうにもなんかあるな。あれを閉じるとなんかなるのかな。風船を取ったりとかはできないな。構えたりも特になんかね、できそうにないからね。トイレ流せる。うわ。マジかよ。勘弁してくれよ。本当だよな。くそ、汚いな。何これ、汚れた望遠鏡。何に使うのこれ。望遠鏡を使用。こんなの覗きたくないよ。覗く、でもさ、
これでこうセットしといて、あれ、あ、変えられない。何か見なきゃなんだろうけど、ここで立ってこうすれば綺麗になるんじゃない？あ、綺麗になった。まあそれだとしても使いたくないけどね。これでこう何か見えるのかな。どっかにこうあのロックの手がかりがあるとか。あ、あー、そういうことか。首吊りかな、これは。で、これは鳥がなんか、あ、お墓だね。お墓に泊まってる。で、赤ん坊っていうか、あの、まだお腹の中にいる状態の赤ん坊かな。っていう感じか。これで、はい。まず、あ、違う。これでお墓で、これで、あ、違った、サソリじゃない。ほい。わら人形。え？胴体部に硬い感覚がある。何これ。で、まあそれはいいとして、で、指が一本足りないと。指が足りない。まあ、ここで火はつけられる。ここは相変わらず開かないと。これで、あ、これ望遠鏡の機能としてはないね、特には。あくまでもこの秘密を見るだけのものなんだね。地図はないし、鍵がいる。これろうそくでさ、燃やせるかな。あ、違う。はい。あ、違う、そうじゃなくて。はい。やれ。あれ、どうやったっけ。で、これで燃やせればね、通れるんだけど、どう？ダメかい？ああ、いけた。なるほどね。で、今あるのが、わら人形胴体に硬い感覚がある、感触がある。硬い感触ってさ、なんか、なんか怖いね、この感じは。胴体に硬い感触だからさ、大丈夫かな。ダイナマイトとか、これは、おー、風船がね、敷き詰められてるけど。おー、あ、割れるんだ。お、何？風船。おう。空気が入ってないゴム風船。まあ、特に普通な。ああ、割れる。邪魔だからある程度燃やしとこうか。これで爆発とかしたらね、笑えるけどね。もうどんどんちょっと視界を開けて。これであれだよね、これがないと実は後々困るとか、そういう話にはならないよね。まあ
これ来たところ、あ違うわ、こっちだ。コードが分からなければ開けるのは難しそうだ。ハッピー、おい、うん、風船でなんかしろってことか。これをさ、なんかこうさ、横、うん、分からんな。これってこのろうそくで全然燃えたりしないから、ただの空気なのかこれ。もしガスだったらね、この時点で爆発してますからね。うん、風船をこいつに、おお、違う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 、あーもう、風船を君に、あ渡せないわ。これも違う、ろうそく、これを、あ違う、見るんじゃなくて、ダメだね。この風船は、あ違う、クラフトで、あ特に何もないわ。何か、どうすればいいんだろうな。あ、ここにまだ何か隠れてる？ロックがあって、これで見れば何か見えるものがあるとか、他に。ここは特にもうなさそうだけど。こんなか。あ、なんか広がってるね。あ、どんどん広がってる。何かないですか。違うね。火のついたろうそく。あの風船を全部割ればなんか出てくるかな。現状なんかね、そこで何かするって感じでもないし、とりあえずちょっと全部割ってみよう。何か出てくるかもしれない。ここ全部きれいにして、したら何か出てくるとかさ。なんもないんかい。コードがわからなければ開けるのは難しい。そもそも回すね、動作すら出ないから。どういうことだ。ここも違う。天井とかね、何もないな。あ、これを割ったりとか。あれ、割れた。結構難しいな、謎解きが。この風船は割れない。他に何か隠しアイテムはないかい。ここで何かね、する、あ、お
え、さっきまで刺せなかった。え、おお、釘、刺さってんじゃん。え、なんでさっきさ、あの、うわ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 、え、てか、なんでさっき風船じゃ刺さなかったんだ。やり方が悪かったの。てか絶対あの腹にこんなペン刺さったら痛いよね。本物の羽ではなく安物のレプリカのようだ。うわ。で、これは手に入れたけど、どうすればいい？こいつに持たせるとか。指がないって言ってるんだよね。まだ他見てないとこあるかな。もう全体見たと思うけどな。ちょっと待って、いや本当にわからんな、これは。燃やせない。なんだよこいつか。なるほどね、こいつを燃やすことで、人形の手のパーツと。 OK、 これでいいわけだ。でこいつに刺してやればいいのね。はいはいはい、待って、はい、これで、ほい、あーで、そういうことか、ペンを、ほい、あで動けと。お、え、何なんだこれ。え、やめてくれ、やめろ、やめろ、お、え、うぅぅルーザー、傷跡確認。うわ、なんだっけ、負け組みたいな、なんかそんな意味だったよね、ルーザーって。うーわ、絶対痛えじゃん。はあ、で、あーで、あ、待ってね、はい、かな、ほい、で、で、この、あ、なんだ、ここにバルグがあるぞっていうことね。はあ、まあこれで火が消せる。まあちゃんと脱出できればの話だけど。はい、でこれで火が消えると。で大丈夫かな。消えてるね。ほい、ん、え、電気消えた。え、怖い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 、もう行くしかないよね。これに刺せばいいんだ。さあやったぞ、これで脱出させできるんだろ。
早くバルブを、バルブを回せ。早く回せ、早く。早く逃げろ逃げろ逃げろ。あれ？え？あれ？ああ、ま、マジか。え、じゃあ今の人はもう殺す、どの道じゃ死ぬようにもされてたんだね。それか、あの、バルブを回せてればよかったのか。いやまあ、ルーカスは完全に狂ってますね。さあ行こうか。まああんな感じの罠がこの先にはあるんだね。まあやってやろうじゃないか。おい、ちょっと通常弾に切り替えておく。ああ、ブラックライトで照らされてるな。おお、レッツパーティー。なるほど。ここに座れってことらしいな。ブランカンにしてはまだ薄い方だ。ブランカンにしては、まあまあいいよ、座ってやろうじゃねえか。お、Whoa!
ふざけやがって。いいぞ、言ってやろうじゃないか。どうせモールデッドを放ってるんだろう。ここら辺になかない？はあ、やってくれたな。はハブハブ、いけ。あの木のおもちゃはどこで使うんだろうね。あートラップが、まあ大丈夫か。ちょとりあえず離れて。あでもさ、これしゃがんでいけばさ、モールデッドとか来た時に使えるだろこれ。うわい、嘘じゃん。そいつのこと言ってなかったよな。嘘、これで当たるの？やられた。何じゃあれは完全に罠だったのか。いやーもうやられましたね。多分これ絶対こうやってみんなやるだろうって。くっそ。あーでもまたここら辺にお宝の写真のやつがあるんじゃない。気をつけないと、またワイヤートラップがね引っかかるわけには。あーまたあるな。これしゃがんでいけないかな。しゃがんでいける？おお、しゃがむ分には問題ないね。くそー。あ、ハンドガンの弾。他はお宝のやつってさ、写真持ってないとダメなのかな。あーここにもワイヤーがまた見づらい感じになってるな。はい、しゃがむで、全然やってなかったんですけど、この戦う時にガードだけじゃなくて、うまいことこうしゃがめば敵のね攻撃をかわせるらしいんでね。まあ、ただその時になるともうパニックになって、大抵もう逃げるかなんかする。あ、ここじゃない？写真がないとダメかな。あーこれは縦と横。リペアキット、え、何に使うの？待って、リペアキットがあるってことは今後壊れた銃を、てかなんかまた武器が手に入るってことだな。これはただの模型だもんね。 OK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 。 多分この先で何か手に入るんだろう。あ、待った、これは左行くとダメだね。通れるかなこれ。これ大丈夫？これ通れる？これちょっと心配なんだけど。ほっ、おお。ダメか、しゃがんでもあれ無理か。ギリギリ当たりそうだったもんね、確かにね。